おはようございます。ビーチへようこそ。この便は NM503 便、沖縄那覇空港行きです。この飛行機はビーチと ANA とのコードシェア便です。本日は成田空港保安検査場混雑のため、皆様のご出発が遅れておりますことをお詫び申し上げます。この便の機長は長澤、チーフパーサーは塩尻です。沖縄那覇空港までの飛行時間は2時間50分です。ご用の際にはお気軽に客室乗務員に声をおかけください。ただいまから非常用設備をご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。音楽やビデオをお楽しみのお客様、大切なご案内です。3分ほど客室乗務員にご注目ください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。離陸、着陸の時は座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。また座席にお座りの時はシートベルトは緩みのないようしっかり締めてください。外す時は金具の片方を持ち上げてください。機内に酸素が必要な状態になると酸素マスクが降りてきます。緊急時にはご自身で着用されているマスクは外して酸素マスクをご着用ください。マスクを顔に強く引き寄せ、鼻と口に当て、ゴム紐を頭にかけてお使いください。ゴム紐の端を引くと長さの調節ができます。緊急の場合は乗務員の指示に従い衝撃に備える姿勢をとってください。安全のしおりをご確認いただき、ご自身の姿勢を確かめてください。非常口はただいま客室乗務員が示しているドアです。お近くの非常口と非常口サインを確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。ジャンプして上体を起こし、バランスを取りながら滑ります。腕は前に伸ばして手を握ります。脱出の妨げとなるため、手荷物は一切持たないでください。ハイヒールはスライドを破る恐れがあるため、必ず脱いでください。また尖ったものは外してください。カメラ、ビデオなどでの撮影はおやめください。救命衣は皆様の座席の下にあります。袋から取り出し、頭からかぶります。ストラップを腰に回し、バックルを差し込んで締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは、両側のゴム管を拭いてください。救命衣は脱出の際、ドアの近く、または翼の上で膨らませてください。お子様の救命衣は客室乗務員がお配りします。安全のしおりが座席ポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたら、客室乗務員にお尋ねいただくか、座席上の客室乗務員呼び出しボタンを押してお知らせください。ただいまから客室乗務員が安全点検を行います。シートベルトの金具を見せていただくと、早期に離陸の準備ができます。また足元の手荷物は前の座席の下に深く入れていただきますようご協力をお願いいたします。また通信用の電波を発する携帯電話などの電子機器類の使用は目的地に到着するまで禁止されています。機内では必ずフライトモードなど電波の発信しない設定に切り替えてご使用ください。この便は全席禁煙です。通路、化粧室も禁煙です。また電子タバコや加熱式タバコの使用は喫煙に含まれ、機内では禁止されています。皆様の安全運航に対するご協力をお願いいたします。またお子様連れのお客様にご案内いたします。肘掛けやテーブル、シートベルトの金具、化粧室の扉などにお子様の手や指を挟まないように十分ご注意ください。
離陸いたします。シートベルトをしっかりお締めください。2歳未満の小さなお子様は膝の上でしっかり抱いてください。一人でお座りのお子様のシートベルトもお確かめください。
手持ちのスマートフォン、タブレットよりご注文ください。なお本日の客室乗務員のおすすめの商品は CA ワッペンキーホルダーです。 CA 訓練生のユニフォームについているピンチキのワッペンを忠実に再現したキーホルダーです。ぜひこの機会にお買い求めください。ご注文の際には搭乗券が必要になります。お手元に搭乗券をご用意の上ご注文ください。また機内デジタルサービス内の動画コンテンツではドラマやオフィシャル番組をお楽しみいただけます。こちらもぜひご利用ください。
皆様、最終の着陸態勢に入りました。シートベルトをしっかりお締めください。小さなお子様はお客様の膝の上でしっかり抱いてください。この先着陸するまで携帯電話などの電子機器類は電波を発しない設定のままでご使用ください。座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下に置いてください。化粧室のご使用はお控えください。
腰の低い位置で緩みねじれのないようお決めください。またこの間の化粧室のご使用はお控えください。揺れましても飛行の安全性には影響はございません。どうぞご安心ください。ご気分の優れないお客様がシートポケットの下へエチケット袋をご利用ください。
に着陸しました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。座席の上の手荷物はベルト着用サインが消えてから取り出してください。また座席の上の物入れを開けた際、手荷物が滑り出ることがあります。慎重に静かに開けていただきますようお願いいたします。この先、通信用の電波を発信する電子機器類がご使用になれます。なお引き続き携帯電話での通話はご遠慮ください。また最近お客様が飛行機を降りられてから携帯電話やお土産、イヤホン、帽子などの忘れ物が数多く発見されています。忘れ物をなさるとセキュリティの観点からお渡しするまでにかなりお待たせすることになります。お降りの際はもう一度身の回りのものを確かめください。新型コロナウイルス感染拡大防止のためピーチよりお願いです。飛行機を降りられる際には前のお客様と1メートル程度の距離を空けてお降りください。また前方にご作を用意しております。お使いになったマスクやティッシュペーパーなどは可能な限りお持ち帰りください。廃棄される際はビニール袋や座席前ポケットの袋に入れ、口を閉じるなど衛生面にご配慮いただいた上でどうぞ遠慮なく前方までお持ちください。本日は数ある公共交通機関の中からピーチをお選びいただきありがとうございます。またピーチと ANA とのコードシェア便もご利用いただきましてありがとうございました。機長長澤をはじめ乗務員一同、また皆様と機内にてお会いできます日を心よりお待ち申し上げております。この先もどうぞ新型コロナウイルスの感染予防にご留意してお過ごしください。次もピーチのフライトで皆様の搭乗をお待ちしています。皆様今日はほんま大きに。国土交通省厚生労働省からのお願いです。新型コロナウイルス感染症対策のため、手洗いアルコール消毒や咳エチケットは感染症予防の基本です。空港や航空機内公共交通機関ご利用時にはご協力をお願いいたします。また感染拡大防止のため、公共交通機関の混雑緩和につながるテレワークや自宅通勤など積極的に行っていただきますようお願いいたします。
案内いたします。当機は間もなく停止いたします。本日この便では感染拡大防止のため、前方1から10列目、中央11から20列目、後方21から30列目のお客様の順に3回に分けてお降りいただきます。客室乗務員からのご案内があるまで、座席の上の手荷物を取り出さず、席にお座りのままごゆっくりご支度ください。また本日は定刻での到着となりました。定時運行へのご協力誠にありがとうございました。前方左手に1箇所ございます。まずはじめに1列目から10列目までのお客様をお降りください。11列目以降のお客様は次のご案内があるまでお座りのままでお待ちください。